これまでお世話になったことに心から感謝を申し上げますが、本当に申し訳なく、心からお詫びを申し上げます。申し訳ございませんでした。総会の冒頭で堀井議員は次期衆院選に出馬しないことになった経緯を説明し謝罪しました。その後、非公開で行われた協議で堀井議員の公認候補の選定は公募することが決まりました。来月中に受付を始め、支部による選考を経て9月上旬をめどに複数人を党本部に推薦する方針です。